皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はジャガールグルトマスターウルトラスリムムーン1368430の実機レビューをお送りしていきます。マスターシリーズは1992年に誕生したラウンドウォッチのコレクション。ブランド独自の企画テスト、マスター1000時間コントロールの採用とともに発表され、現在様々なバリエーションが展開されています。今回ご紹介するマスターウルトラスリムムーンはマスターシリーズの中でも特にケースを薄くした作りが特徴です。自動巻き、ムーンフェイズ搭載でありながら10ミリを切る薄型のラウンドウォッチ、名門ジャガールグルトらしい品格あるデザインにぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンター三振。6時1の小窓には針刺しタイプの日付と月の満ち欠けを表すムーンフェイズがあります。搭載される機械は自動巻きキャリバー 925AA、 245個もの部品で構成される最新型の自社製ムーブメント。毎時 28,800 振動、パワーリザーブは70時間です。リューズでの操作はゼンマイの巻き上げと長針の調整が可能。日付についてはコレクターと呼ばれるケース横4時1にあるボタンを押すことで調整します。調整には専用のコレクターツールを使用します。1回押すごとに日付が1日進むという仕組みです。ムーンフェイズについても同様で、8時1のコレクターを1回押すと月が1日分進むという仕組みになっています。マスターシリーズのムーブメントは1992年の登場以降何度も改良が施されてきました。その中でも大規模なリニューアルとなったのが2004年と2020年。マスター1000時間コントロールにのっとった上で、自動巻き機構の改良、耐磁性の向上、パワーリザーブの延長、張り飛びの完全解消が成し遂げられました。そしてケース裏面から覗くこちらがキャリバー 925AA。 新しい鋼箱、脱針機、シリコン製アンカーを搭載した最新型のコンプリケーションムーブメント。厚さは自動巻きローターを含めて 4.9mm。 自動巻きとムーンフェイズ、そしてポインターデイトまで搭載して、かつパワーリザーブ70時間もあって、この薄さに収めてしまうのは本当にすごい。続いて外装デザインです。ケース素材はステンレスシール製、風防と裏蓋はサワイアクリスタル製。ケースサイズは 39mm 径 9.3mm 厚。薄い設計ながら防水性能はしっかり5気圧あります。泳いだりはできませんが、雨の日に使う程度であれば十分なスペックです。ケースの鏡面磨き、とても美しいですね。丁寧な仕事ぶり、存分に見て取れます。ベルトはブラックのクロコダイルレザー製、バックルはステンレスシール製の両開きフォールディングタイプ。使いたい時にさっと装着でき、外す時もさっと外せるのがいいですね。光の反射から文字盤が緩くカーブしていること、お分かりいただけるかと思います。細長いブルーの秒針、鏡面仕上げの月も特徴的。また非常に細かい点、自噴針の仕上げなんですが、真ん中の折り目の右と左で仕上げ方を変えています。片面を鏡面、そしてもう片面を筋目加工にすることで針に陰影を作り、美しさと視認性の両方を作り出しています。そしてこちらは恒例のリストショット。私、手首周り 16.5cm です。 39mm 径というのは最近のドレスウォッチでは一般的なサイズですね。ムーンフェイズ搭載で文字盤内の情報量が多いため、実数より少し小さく見えるかと思います。ビジネススタイルのために作られたと言い切ってもいいかと思います。ギラついた感じは全くない職人気質な佇まい。しかしなぜか花があるのはムーンフェイズの力が大きいか。基本は真面目なドレスウォッチですが、カジュアルに使っても決して変な感じにはならないでしょうね。別売りの純正ベルトが複数色あるので、たまに変えて楽しむのもいいでしょう。ベルトは工具なしで交換することができます。以上、本日はジャガールグルトマスターウルトラスリムムーン1368430のご紹介でした。新作モデルですが、国内の正規店のショーケースにももう並んでいます。気になっている方、文字盤カラーが3色ありますので、ぜひ3色並べて悩んでみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。